編集チャンネル。はい、ネイジャムです。上野です。美咲です。はい、今回のゲストはですね、100センチワーデを務めの新井さんにお越しいただきまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。新井さん、100センチはですね、前回撮影させていただいたときに、IT 職の方のお話をちょっとお伺いしてるんですよ。ただ、今回別のお話っていうことやってますか？あ、はい、よろしくお願いします。どちらの？ビジネスコンサルタントで新卒入社したものという話で。なるほど。すみません、ビジネスコンサルタントっていうのは何でしょうか？簡単に言ったら、その給与体系が違うのと、やる内容がちょっとだけ違うっていう形式ですかね。なるほど。じゃあそもそも給与体系が違うっていうのは、入るときにどういう入り口があって、他に何があるかっていうの分かります？あくまで私が入った時の話なんですけど、まずその新卒入社の段階でビジネスコンサルタント職っていうのと IT コンサルタント職っていう2つの間口が空いてるんですね、はいはい、それプラスあとインターンシップ経由で戦略コンサルタント職っていうのが裏で水面下でやってるっていう形式です。なるほど。じゃあそもそも入った段階で専コンなのかビジコンなのか IT コンなのかっていうのが決まってるのがアクセンチュアさんであってますか？はい、おっしゃる通りです。ほー、なるほどですね。この間来た方は IT コンで入った人でビジコンで入った。じゃあビジネスコンサルタントっていうのは何をする職業なんですか？端的に言ったらほぼ IT コンサルタントプラス PMO もしくはその内部のアサインによる特殊な業務的な3つの区分けがメジャーですかね。なるほど。まあ1個は IT コンサルタントの職業ですと、じゃあそれはまあ SIer さんみたいなもんですよね。 PMO っていうのはプロジェクトマネジメントオフィスでしたっけ？はい、オフィサー。オフィサー、あれは何をするんですか？はい、あれはそのプロジェクトの進捗管理って言いまして、端的に言ったらそのしっかりそのプロジェクトが回ってるかっていうのをスケジュール確認、あとはその会議における議事録だったり、言ってしまったらパワポエクセル名人ですね。エクセルで例えば課題管理表を作ったりとか、あとはそのプレゼン資料を作ったりとか、 IT の実際ゴリゴリ例えば SQLだったり JavaScript とかそういうの触るとは別っていう風に分けられてます。なるほどですね。じゃあ実際に IT 作業をする人ではないけれども IT プロジェクトのバックというか取りまとめなんかをしてる仕事だと。はい、進捗管理。なるほどですね。正直ビジネスコンサルタントって聞くとよく言われる戦略業務 IT の切りの業務改善プロジェクトをイメージしてたんですけど、はい、それとは違うでやってます。ちょっとそこも若干その関わってる部分がありまして、それができるのは実際コンサルタントになってからっていうことなんですよ、はい、実際私も新卒入社の時に何かその業務改善だったり自分のアイデアが業務に反映されるのかなって考えてたんですけど、本当にそれができるのはマネージャーになってから。実際そういう方向性を目指すのであれば IT コンサルタントで入って自分の作ったプログラムが採用されたりとか、そういう方向性になるのかなっていうふうに感じています。よくあるじゃないですか、業務フローを整えましょうとか組織最適化をしましょうとか、はい、なんで会社戦略じゃなくてそういう内部のオペレーションを整えるみたいなコンサルっていうのは、はい、アクセンチュアさんだとビジネスコンサルタントのマネージャークラスがやるであってます、ね、はい、おっしゃる通りです。結構道遠いですね。そうなんです。マネージャーって何ステップあるんですか？入社1年目から3年目で、まあ、多くの人がアナリストの中でもアナリスト、シニアアナリストというふうに分かれてます、はい、そこからコンサルタント、僕も3年目から6年目くらいですね。ほうほう。でそれ以上で大体マネージャーになるっていう形式になってます。もちろんコンサルタントでも意見が反映されるってことはありますけど、やっぱり最終決定権はマネージャーが持ってますので、本当にそのプロジェクト次第、上司次第っていった形式が強いです。意見が反映されるかどうかっていうよりも、そういうプロジェクトにアサインされるかどうかっていうのを結構気にする人が多いかなと思っていて、ビジネス系の組織改革をしていきましょうみたいなプロジェクトがあったとしたら、それにアサインされるのはマネージャーじゃなくてコンサルタント職、アナリスト職でも可能ですか？もちろんです。プロジェクトごとに予算が決まってまして、はい、例えばこのプロジェクトだったらアナリスト何人必要、コンサル何人必要っていうふうにあらかじめ決まってるんですよ、うん、その中からマネージャーが適材適所で選ぶっていう形式だ、はいはい、でそこに選ばれるのがビジネスコンサルタント職のアナリストとかっていう認識でいいですか？おっしゃるんです。ここに IT コンサルタント職の人たちはアサインされないんですよね。どうなんですかね。そのプロジェクトごとにここはそのビジコンのこの人が空いてるからこの人にしようとか、アナリスト×ビジネスコンサルタントが必要、何人必要、その逆 IT コンサルタントでコンサルが何人必要みたいな、そういうふうに分かれてます。分かりましたか？はい、分かりました。はい、ビジネスコンサルタントはちょっと給料が違うであってます？はい、おっしゃる通り。どのくらい違うんですか？めちゃくちゃ違うというわけではないんですけど、まず簡単に言ったらビジネスコンサルタントの年収が若干高いです。はいはいはい。でそれはビジネスコンサルタントは年俸で決まってるんですね、はいはい、年俸がやや高く設定されています。
で年1回のボーナスがその年俸の何パーセントっていうベースで出るんですよ。それでそういうことを鑑みてビジネスコンサルタントの方が若干給料が高くなる。ただやってる内容はもうほとんど変わらなくなってきてるんですね。なので IT コンサルタントで入ってきた人からはなんでそのやってること一緒なのに給料一緒なんだっていう不満が続出してるっていう話はよく聞きます。具体的にいくらぐらい？どうなんですかね。1年目だったら残業50くらいで20、30、40万とか年で違うんかなっていう風な印象ですね。年で20万から40万違うってことですか、IT コンと、まあ、ざっくり言ったらそうです。まあやや違うってことですね。じゃあ、ね、月2、3万違うと。それがこうどんどん職位が上がるにつれて幅が広がっていくであってます。もちろんおっしゃる。そうなんですね。じゃあ最初40万違うかったのがいずれは100万、200万、300万っていう、まあ、極論ですけど広がっていくと。そういうケースも。ただ それが嫌なので IT コンサルからビジネスに部署を変えるみたいな。それもできるんですか？はい、もちろんそれはできます。へえ。採用は別なのに転身は中で可能だと。転身はできるっていう建前にはなってるんですけど、実際問題それができるかっていうのは話が別なんですよ。受け入れ側だったりその後はその自分の専門性がどれくらい育ってるかっていうのを上がチェックしますので、そういった意味では、まあ、最初に入った段階でいろいろ固定されてしまうので、そこはできはするけど厳しいかなっていうのが内部の人間の事情です。じゃあ最初から入るんだったらビジネスコンサルタント入っていた方がお得。給与の面で言ったらそうですね。じゃあ給料面以外で IT の方がメリットあるなっていうところあります？やっぱりその若いうちから自分の専門性はこれっていうのをちゃんと言えるっていうのがメリットかな。じゃあビジコンはまあ汎用的にいろいろできるけれども専門性がつかないから企業貧乏みたいな感じになるよっていうのがややデメリット、はい、とはいえ優秀な人はどっちに行くんですか？ビジネスコンサルタント、やっぱ給料が高いってことは優秀だからそっちに採用されて給料が高いであってます？はい、もちろんそういった傾向は強いですね。人数比で言ったらどのくらいですか？55もしくは IT が6でビジが4みたいな。そんなに比重はそんなに変わらないってことは、まあそれだったらあれですよね、ビジコン受けといた方がお得ですよね。はい、ただそれがその入社前のリクルーティングの段階で全然わからないんですよね。わからないっていうか、もちろん給与体系みたいな書類はいただきますけど、はい、違うってことを明確に私の就職段階では全然知らされなかったんですよ。なるほど。じゃあ君はビジネスコンサルタントだよって言われたけど、うん、IT コンがいくらでストラテジーがいくらでっていうのは知らないと。もちろんネット情報で知ることはできるんですけど、まあ、でも全員が全員知ってるかって言ったらそうではない。じゃあみんな知ってください。ビジネスコンサルタントはちょっと高い、ストラテジーの方がより高いであってますよね。おっしゃるとおりです。この階層構造を知った上で見た方がいいのかなと思います。他なんかありますか？新卒でビジネスコンサルタントになっても何コンサルするのっていう感じですけどね。まあ、それはね、でも専攻に入っても何専攻するのって話なんで、ね、やっぱコンサルっていうのは転職してなんぼだと思いますけどね。事業会社の経験なくして事業会社をコンサルするっていうのはなかなか無縁じゃないですかね。実際そこはどう思いますか？もうまさにその通りだなっていうふうに思いますね。で先ほど株本さんの何をコンサルするのかっていう答えに対しては何もコンサルできないんですね。というのはまず部署としてこういう IT 人材に成長してほしいな指針を与えられるんですけど、現場からしたらなんで若手にそんなことやらせんの、議事録だけ書いとけやみたいな、そういうマネージャーも私の経験では結構多数だったんですよ。ある程度優秀だけど特にやることも決まってないからコンサル行こうみたいな、そういう人には結構受けやすいようなリクルーティングをしてるんじゃないかなっていうふうに感じます。ジレンマですね。そうですね。だからいわゆるコンサルをするのってマネージャーじゃないですか。で他はコンサルじゃなくてそのマネージャーの手足な感じになると思うんで、まあ、マネージャーになるまではコンサルって自分のこと思わない方がいいですね。お前は誰の立場だろ本当今の言っていいの本当コンサルの上の人の立場の話だからでも本当にコンサルに憧れる新卒だったり学生の人はまさに今の言葉を肝に銘じておいた方がいいと思います。そうだよ、いいこと言ったよ俺今。いいこと言った、いいこと言ったけどね、誰が言うかが問題な話ですこれは。まあでもそうっすね。そういう意味では当たる上司次第みたいなところもあるじゃないですか。ちゃんと育成はしてくれるんですか、ビジコンとして。育成環境は与えてますよっていうのは大々的にアピールして、実際そういう制度は整ってるんですけど、またそれが実際できるかどうかは別問題なんですよ。じゃあ実際中に入ってて、そんなに育成されたなっていう気がしない人もいるであってます。むしろ育成とは長時間労働だみたいな、すごい古い考え方の上司も結構いますので、やっぱそれでやっぱゴリゴリ働いてゴリゴリ現場で見かけみたいな、うんうん、そういうような雰囲気があるなっていうふうには感じました。じゃあまあそれを確保した上でコンサルタントとして一発になるためには長時間労働をこなしてゴリゴリ働いて頑張れよと、企業貧乏にならないように専門性もつけてみたいなのがアクセンチュアのビジネスコンサルタントの働き方。まあ、アクセンチュアさんはね採用も多くて、ただ最近だとその IT 寄りにね寄ってるみたいな話はあると思うんですが、じゃあビジネスコンサルタントってどうなのみたいなところをちょっとお伺いしました、はい、マネージャーになるまでは生きらないように。本日はこの辺でありがとうございました。
子供の頃嫌いだった食べ物は何ですか？キュウリ。そうじゃないですか。落ち込んだ時どうやって立ち直りますか？俺落ち込んでるの見たことある。よく落ち込んでるよね。そういう時どんな感じ？やばいやばいみたいな感じのこと言ってるイメージですけどね。やばい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 、マジこれやばいわとか言わなかった。何の時やばかった？大体案件絡みじゃない。あ、大体その鴨本さんの下のフリーランスの誰かがやらかしちゃった時、うん、やばいやばいマジであるよみたいな。ないです。なんか時間とするというか、掘ってたら立ち直ってます。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中。概要欄をご覧ください。先の一言。一生懸命聞いてたけど、私はちょっとあんまりよく分からなかったです。みんな分かったかな？